議を行いますす蓮蓮舫舫さん立憲民主党の蓮舫ですまず冒頭に、異例の再質問となった理由を申し上げます。昨日1月29日、参議院この予算委員会における私の質問に対し、大塚内閣府官房長は、国会法に認められた,られた国政調査権を行使した予算委員会理事懇談会における説明、 並びに提出された資料について事実と異なる答弁を重ねたと認識していますその答弁は本日の委員会開会さえも妨げる内容でございましたただ新型コロナウイルスによる肺炎に関する政府の姿勢対策を問うべき場所でもある予算委員会の運営に支障をきたすことは本意ではないことから与野党理事協議を経てこの再質問となりました 委員の権利を正す場を設けてくださった金子委員長にまずお礼を申し上げますありがとうございますそれでは伺います大塚官房長これまでの予算委員会理事懇談会の場所で説明してきたこと並びに提出された資料は国会法百四条に基づくものだという認識はお持ちですか大塚官房長お答えを申し上げます 国会等からのご要求に対してはできる限り丁寧に対応すべきものと考えております昨年の本委員会及び先日の理事懇談会での説明内容を改めて精査とした結果その時々の説明ぶりが丁寧さ正確さを書き結果として連邦委員ほか関係委員の方々の誤解や混乱を 招くことになったと認識をしております。根尾さん、それではご自身の昨日の答弁は、今大塚官房長がおっしゃったような認識に沿ったものだったと、今改めて考えられますか。大塚官房長、お答えを申し上げます。例えば申し上げました通り、国会等からのご要求に対しては。 できる限り丁寧に対応すべきとの認識の下ご答弁を申し上げましたがその説明ぶりが丁寧さ正確さを欠き結果として蓮舫委員ほか関係員の方々の誤解や混乱を招いたことにつきましてお詫びを申し上げます蓮舫さん昨日の私の質問は安倍総理主催の桜を見る会における政府の取りまとめ締め切りと安倍事務所が 講演会ののの方々から取りりまととめめるるる締め切りに12日間の差が生じていることを確認するものでしたで安倍総理からの推薦名簿だけを特例扱いをしていたのではないかと確認をさせていただきたかったんですが、昨日の大塚官房長の答弁において、各省庁からの推薦名簿の締め切りは、内閣総務官室より早く設定していると、これは、これまでの説明にないことを国会で初めて言及をされました。 それはこれまでの理事懇談会の場における締め切りは皆同じ2月8日との説明との整合性が取れないでではないですか大塚官房長。お答えを申し上げます。昨日の委員会では、平成31年の会の実績を念頭に、官邸及び与党からの推薦者の提出も、各省庁からの推薦と同じ、 2月8日の締め切りかとのご質問に対し、内閣総務官室の締め切りは2月8日ではなく、またその内閣総務官室の締め切りがいつかということは定かではないという旨をお答えをいたしました。それに対しまして委員からは、その答弁内容は事前に理事懇談会で受けた説明内容と異なる、まあ、その際は総務官室分も各省庁推薦と同じ2月8日の締め切りという説明だったのではないかとのご指摘をいただきました。 内閣府におきまして、改めてそれぞれの場での説明内容を精査とした結果、理事懇談会、本委員会の双方の場で、私どもの説明が不十分であったことから、連邦委員、ほか関係の方々の誤解を招いたと認識するに至った次第でございます。まあ、その一番の要因は、その内閣総務官室からの推薦といった場合に、まあ、あの例えばその内閣総務官室、官邸事務所からの推薦のような、 いわゆるその事務的な推薦のみを指すのか、まあ、それともこれに加えまして、あの先ほども話し出ました官邸与党からの推薦も含むのかについて、その時々の説明ぶりが丁寧さ、正確さを欠き、その結果、誤解や混乱を招くことになったというふうに認識をしております王さんでは改めて確認をさせていただきます。内閣官官房総務官室からの 総理推薦名簿の提出締め切りは、何月何日だったんでしょうか。大塚官房長お答え申し上げます。改めて確認した結果も含め申し上げますと、まずその官邸事務所からの推薦のような、事務的ないわゆる推薦につきましては、他省庁と同様、これは昨年でいえば2月の8日でございました。一方で、官邸及び与党からの推薦につきましては、 これ関係者に確認したところ、2月8日ではなく、ここが昨日の委員会での答弁時でも確認できていなかったところでございますが、昨年は2月8日ではなくて、そこに3連休を挟みまして、3連休明けの2月12日までにお出しいただきたい旨、お願いしていたとのことでございました。なお、官邸与党推薦分の締め切りを、その拡張推薦分の締め切りの後の日付でまああの設定いたしましたのは、 各省はその窓口となる省庁の数も多く、まあ、不慣れな担当者もいるため、早めに設定したということでございました。また、これらの締め切りは、若干の異をもって設定された目安に近いものということでございました 2>, 尾さん2月の12日なんです。つまり、昨日は資料を廃棄し、分からないとの答弁だったんですが、実は提出期限は2月12日。 安倍総理事務所が取りまとめた2月20日の締め切りと、それでも8日間の開きがあることが明らかになりました。また、調べれば、裏付けの資料があるという立証にもなったと思っています。次に、書類でお出しした、ご説明したことがすべてと思っている、2月8日の締め切りは、あくまでの内閣府と各省庁ということで発出し、文書では限定してございますと。 答弁されましたが、理事懇談会に提出された資料では、内閣府および内閣官房における締め切りとあります、十分な確認を行った答弁だったという認識でよろしいでしょうか大塚官房長。すでに申し上げましたとおり、昨日の本委員会、さらには理事懇談会において、その説明内容に丁寧さ、正確さを書き、その結果、例えば申し上げたような、 誤解や混乱を招いたことにつきまして、大変申し訳なく、この場をお借りしてお詫びを申し上げますオンさん委員会の場でご答弁申し上げたことが、私ども内閣府からのご説明事項であると答弁、あたかも国政調査権である理事懇談会の場所での説明が、委員会答弁で修正されることを正当化するように私には聞こえましたが、これも説明不足や確認が不十分だったということでよろしいですね。大塚官房長 昨日の本委員会、そしてあのそれに至るまでの理事懇談会におきまして、その説明内容に丁寧さ、正確さを書いたということでございます。その結果、あのこれまでも申し上げましたような、誤解や混乱化を招いたことにつきまして、えー、大変申し訳なく、改めてお詫びを申し上げます。さん 参議院予算委員会は、委員長の議事整理券の下で、与野党筆頭の合意を経て、各理事が参加をした理事懇談会の場所で、政府からの資料提出並びに説明を受けることで、行政監視機能を委員会等で発揮してきました。この国勢調査権の重みを再度改めて重んじて、今後の対応を取っていただきたいと、強く要請をしますが、いかがでしょうか大塚官房長。申し上げます。 国会等からのご要求に対しましては、冒頭申し上げましたとおり、できる限り対応すべきものと考えてございまして、内閣といたしましては、これまで以上に丁寧かつ正確に心がけ、細心の注意を払って対応してまいりたいと考えております。えー、最後に繰り返しになりますが、この度は大変申し訳ございませんでした。さん,さん最後に委員長に長お願いいいを申し上げたいと思いますあの政府はこの桜を見る会の桜 その税金を使った国事事業について、適切だったかどうか、再調査はしないと言っているんですけれども、昨日の答弁で資料を廃棄して分からないといった日付が今日は明らかになりました。ままだ裏付けされるる資料があると思っています是非この立法府で 国政調査権を発揮して、国民がおかしいと思えることをしっかり明らかにするために、委員会としても政府に再度の調査要求、ならびに資料をしっかり出していただけるよう、要請していただけるようお願いしたい,と思いますご国理事会で協議をさせていただきます,終わりますこれより、締めくくり質疑に入ります。 さはい森友子。